どうも、1年前にコロナに感染したニャンニャンクリーパーです。今回はですね、この空気清浄機のお話になります。これ私の家にある、空気清浄機で、正直昔ですね、家族が使ってたものをもらった感じなんですけれども、結局もらったのはいいんだけれども使っていないというのが実情でして、ところが、去年コロナに感染しまして、その時の影響といいますか、対策というか、この空気清浄機を引っ張り出して、コロナに感染してからこれをもう毎日使ってるような感じなんですね。一応シャープ製になります。よく昔ね流行ったかもしれないんだけど、プラズマクラスターっていう言葉ですね。これが搭載されてるのかな、ちょっとごめんなさい、よく分かってないですけれども、そういったやつで、タイプ的には KCG40 ってやつですね。昔のタイプのものだとは思うんですけれども、でこれ実際使ってみてどうなのかっていうのをですね、今回お話ししたくてですね、空気清浄機って、空気がもちろんね綺麗になるっていうことなんですけれども、もう目に見えないじゃないですか。果たしてこれ効果があるのかどうかっていうのもわからないですよね、普通の人には。で私もね、気休め程度に使ってたんですけれども、で実際使っていて、効果があったかどうかっていうお話になるんですが、これ水入れるやつなんですね。これここに水入れて、加湿器みたいな感じになってるんですかね。それで、湿度を保ってるんだと思うんだけれども、ごめんなさい、私適当なこと言ってるかもしれないですよ。ちょっとこの機能をあまり全部把握してるわけじゃないんで、毎回お任せモードを使ってますね。いろいろあります。後ろのね、ここの部分から空気が出てるのは感じてますし、このね、風出てます。で後ろ側背面はフィルターになってるんですね。ここから空気取り込んでるんだと思うんですけれども、このフィルターとか定期的に掃除しなきゃいけないんですが、私ちょっとあまりそこまでね神経質じゃないんで、そのままずっと1年ぐらい使っててちょっとあまり良くないんでしょうね。ちょっと掃除機かけなきゃいけないなとは思ってるんですけども、で実際使ってみた結果なんですけれども、効果はある程度あると思います。でそれが何かっていうと、やっぱり鼻水なんですね。鼻水の量が減りました。これは間違いないと思います、この1年間使い続けて。でこれ使う前はやっぱり鼻水とか、それなりに出てたと思いますし、もうこれ使い始めてから明らかに鼻水は全くしないわけじゃないです。減ったのは確実ですね。ということで、この空気清浄機っていうのも全くの無駄ではない、無意味なものではなくて、やっぱりある程度の効果はあると思います。それがこの商品を使った私の、感想でございます。以上、ニャンニャンクリーパーでした。光るほど血のように